これももういいや。暗くて見づらいし。また普通そこで諦めないでしょ。そうだよ、掛け事は最後までやんないと面白くないんだからね。半端だな。半端でない。半端だ。佐渡部さん、もういいですよ。太陽が沈んだら電車で帰りますから。お気をつけて。ありがとうございました。こんな風に慕われて。バカにしてんのか。成美さんには感謝してますよ。尾藤真紀夫の弟ってだけで1年の俺をカンバー使いにしてくれたんですから。あら、落ちちゃって。だからだ、1年の俺を頑張るは。だからだ、1年の俺を頑張る。お前ら一人ずつ喋れ。ヤクミが男と歩いてて。お前らも見たんか。見た。お前見た。あっちですよ。ありがとう。4年連続で振られるとさ、考えちゃうわけですよ。俺は司法試験に向いてないんじゃないかって。まあ意志が弱いんだろうね。おじいちゃんみたいになれると思ってたんだけどね。これ、電池で動くんだ。電池？こういうの、もっと作りたい。あんまりいろいろやってると、特定なんとか法で捕まるぞ。ミカサは？私？うん。ビビんなよ。不発弾だ。不発弾、それ詳しく。その場逃れのデタラメは無駄です。我々はいつまでもこんなところでくすぶっていてはいけない。進まなければならない。僕らはもっと上を目指して邁進しなければならない。そしていずれは国の中枢を担う剣となり、この混迷する国を救うことこそがこの時代の武士として生まれた者の使命だと。全部顔やばいじゃん。誰これ。お尻いくつに出てる。ハンバーガー。違うよ、今日はモスバーガーって言ったでしょ。話最後待って聞いてくれよ田中君。すいません。大丈夫大丈夫。え、美咲ちゃん、あれ知り合い。じゃあシエテ呼んでください。宮の森桜子さんと光子さん、見ただけでその人のことが分かるとおっしゃる。素晴らしい能力だ。ただミスリューはプライベートを隠しているとはいえ有名。
それ片付け忘れたんだ。この人絶対物片付けないから。もしかしてそういうの由美さんも見るわけ？まさか。どうかこの人がいつ見てるかも謎だけど。マナマナ子供の教育ではどうなんだよ。大丈夫だよ。